度じゃあ8度は露頭っていうの、露頭っていうのいいのかな、はい、ありますけど、これはどんな感じでしょうか。はい、露頭、再生を促す希望の灯火とつけました。うん、さびれた家で燃え盛る暖炉、そのまんまですね、うん、人がいないところで、そういう家で燃えている暖炉だという話ですね。分かりやすいと思います。で、木の音が最も空虚な時間でさえもずっとスピリチュアルな力が中央へと戻るわがままな意識を元気づけ、艦隊の用意をしているということを自覚する必要という、またちょっと分かるような分からないような感じなんですけどね、相変わらずで、先行の7度っていうのが、その、非常に反動的な、保守性をこう見出すような、そう強調するような度数だったわけですけれども、で守る、守るっていうね、そのような態度ばっかりなのかっていうとこから、じゃあ今度、この8度でどうなるのかっていうことで、今度は逆に、より他者へとこう開いていくっていうね、そういう可能性をこう追求していくってわけですよね。そこに一つこう大きなこの将来的な成長の、希望っていうのを持っていくっていう、そういう図式ですね。で、ここでキーワードに一つなってるのが、その再出発っていうことだと思うんですね。再出発は再生であるっていうことですよね。どうしてもその7度で示されたような関係っていうのが、その庇護であるような格好であっても、それがやっぱり過剰な養育であったりとかっていうことで、まあ、そのさっきね、7度の説明でもしましたけれども、ともすればその6度で視覚化、具体化したようなものをもう壊してしまうかのようなね、傷つけてしまうような傾向っていうのもなきにしまわらずであるという、そこをこう改めて、じゃあ8度でこう、もう一回再生させていくっていうかね、そういう意味合いを帯びていくっていうような感じに、一つ捉えていっていただきたいなという感じですね。さびれた家とか最も空虚な時間というのは、ここで過剰になりすぎてダメになっちゃったものという状況を示しているっていうふうに、ね、思っていただける、で、さびれた家なんだけれども、そこでこうまだこう暖炉に火がくべられて燃えてるっていうのはどういうことかっていうと、それは単にそこで暖かい光、熱を受けてこう再生を促されるっていうこともありますし、でそれはもちろん、あとそういう意味もありながら、あとはこう新たなこう人をそこに迎える場っていうことも意味してるわけじゃないですか、暖炉っていうのは。もう一回ってことですか。もう一回とか、別の人、別な人を、さびれちゃった家っていうことは、要するに家にこうかつて住人がいたけれども今いないわけで、でもそこで今燃え盛ってるっていうことは、新たな人を迎える火であるっていう、火でさ、灯火であるっていうね、そういう炎であるんだから、この何ですかな、その単にその先行の度数でこう、ダメになっちゃったようなね、スポイルされてしまったようなものっていうのを、再生するっていうだけじゃなくて、よりこう広い度量を持ってこう、いろんな人をこう再生に導くかのようなね、そういう艦隊の用意ってそのキーノートにありますけれども、そういったものを必要としている人に対してのこう門戸を開いているような、そういう意味合いを持っている度数だっていうふうな、解釈でいいんじゃないかなと思ってます。このキーノートの中のわがままな意識を元気づけっていうのはどうやって元気づけるんですか。その炎で元気づける炎で汚れてっていうことになりますね。この日ってのは理念のところで出てきたのが、もう一回再生するって見てもいいのかな。ではない。そういうふうにね、ちょっとだからその理念にもう一回でもそういった読み方でもいいのかな。ジョーンズもこれでしたっけ。ジョーンズのちょっと違う。6度7度で、要するにそのダメ、6度で作ったものを7度でダメにされたんだったら、もう一回再生っていう感じだけれども、その再生の際にこうなんか指針となるのがその暖炉の火っていうわけでもないと思うんですよね。そこでその時に理念が燃えてるっていう格好でもないと思うんだよな。あくまでもその
なんていうのかな、再生をこう、うん、元気づけるっていうか、その促すというか、うん、出発を再出発を促す上でこう、そのぬくもりとかをね、提供していくような場であるっていう、うん、そんなふうに、うん、思ってみるといいかなっていう感じですね。シュガーさん、なんかないですか、ここら辺で。うん、そうですね。またきらめきのビールをください。なんか、じゃあ、反対のサビラみたいな感じになってきて。あ、太鼓ですか。そうですね。カナリクリボンついた大きな帽子。あ、そっか。東に向いて。東に向いて。うん、リボンが。で、まあ、東っていうのは、まあ、光が差してくる。はい、霊的な迷路が開く場所で、まあ、元気づけるっていうことを受け取るという形だし、まあ、そのタナメクリボン、まあ、風だったりとかみたいなのに対してリボンと感受性、強い感受性を表している動詞だと思うので、まあ、迎え入れる準備ができていると、門戸を開いている、寛大する準備ができているというのは、すごくその反対の太鼓の作業ということを考えるとちょっと深いですね。なるほど、ありがとうございます。両方ともなんか7度っておひつじ座もそうだけど、ちょっとなんか過剰なものはありますよね。そうですね。あとやっぱりその霊的なっていう意味で言うと、まあそのタナメクリボンっていうのは、多分物事の風のかすかな動きで何か感じますよね。潜在的な可能性に対して非常に敏感になるってこと、でそれが逆に言うとこの天秤座の8度では、その潜在的な可能性っていうのが内包された、まあ、スピリチュアリティとか、そういう形で、まあ、提示されているのかな。もう内側にいて、あ、それが暖炉だ、もうあるよと、ね、だからこそ人を迎えられる用意があってあるってことですね、うん、こっちに松村さん聞いたとき、松村門下はゲゲゲの鬼太郎と通知っててアンテナみたいなものだよねってちょっと思ってますよね。予感に、まあ、アクセスしていくみたいな。こっちはもう内包されてるってちょっと思えばいいんだ、潜在的に。もう羊八度だったら確か有名人だとレディーガガがいたし、ね、いたね、確かね。だから、うん、そういうパーソナリティを一つそのね、あの八度の死亡的な感じとしてね、捉えてもいいのかもしれない。そういうのとちょっと違うっていう感じで、じゃあ、ちょっと天秤八度の有名人見ましょうかね。どうですか。私ちょっとね、これ本人ではないんですけど、あのトルーマン・カポティって見て、あのティファニーに朝食を思い出したんですよ、映画の中でね。で、あのその中でちょっとなんだっけ、ムーンリバーかなんかオードリー・ヘップバーンを歌うとこあって、最初恋のシーンに出会った時はすごく嬉しげに歌ってんですよ。で恋愛が終わった後でね、なんか口こもりながら歌うのがあって、それ YouTube で探したのよ、もう落ちてなかったんです。だから幸福なシーンのとこのムーンリバーがありますけど、聞いてみます。でもう一つはこのトルーマン・カーポティというのがちょっとやっぱり不幸な生い立ちの作家だってウィキペディアに書いてあって、なんだっけ、家を何度も何度もあのいろんなところに行かされちゃったんでしたっけ、親戚の家たらい回しだったのかな、だからあの小説の中でもその家庭の幸せみたいなものをすごく強く書いてたのかなってちょっと思ったんですけど、まあ、たまには音楽を聴いて息抜きをしてもいいでしょうかと。あとそれぐらいしか知らないですよね。有名なのって何かありましたっけ、代表作で。冷血っていうの。冷血っていうの。冷血は、まあ、簡単に殺人を犯した人がいて、それをこう、実際どうだったのかって迫っていくんですけども、ちょっと僕も原作を読んでなくて映画を少し見ただけなんで、あんま詳しくないんですけども、要するにその裏にある真実だったりとか、あ、殺人を犯したんだけれども、結局それは単純な殺人ではなかったはずで、そこに必ず何かがあるはずだっていうのを、ものすごい時間と執念をかけて、ここっていうか迫っていく話なんですよ。まあ、暖炉の火っていうか、さびれて荒廃された中でも追い続けていくみたいな感じなのかな。うん、まあ、だから荒廃した家というのを、まあ、破壊された家、つまり殺人犯として社会的に抹殺されたというか、ほぼもう死んでいるような状態の犯人だけれども、その中には火があるはずだ、あ、燃
ものとして執念深く追っていく、うん、ていくみたいな。だから、まあ、ある意味さっきの帽子と家、うん、迎えてる家、はいはい、こう構図みたいなちょっと問えるけど、あ、音がちっちゃった、悲しいシーンの方が良かったね。これ一回映画になるときね、ここの歌邪魔だからって切られそうになったらしいですよ。一番いいシーンだね。最初はね、なんかね、カップっていうのはマリリン・モンローイメージしてたらしいですよ。これオードリー・ヘップバーンじゃなかったら売れなかった気もするけどね。まあ、まあいいいいかな。いや、マリリン・モンローだったら楽しいなって気持ち、楽しいなと思ったな。私はね、鈴木さんマリリン・モンロー好きなんだよね。ダメっすねとかして、何やってるんですか。あ、好きなの。なんで静香さんはとかして、同じイスクだからね。あ、そっか、3対2だからさ、今日は。お羊好きだとそうなるのかもね。よいしょ。他には誰かいますかね、この辺りね。大丈夫かな、燃え盛るだけ。私はいいや、この辺り。大丈夫ですか。もう少し、なんだろうね。パーソナリティに落とし込んだら本当じゃあどうなるのかっていうところをね、もうちょっと分かりやすく見れたらいいんですけどね、ここなんかどうだろうな。そんなに迎え入れるって、ああそっか、あの人がいるか。これ後にね、浜崎あゆみがすっごい近いところに生まれてますので、うん、出そうと思ってたんですけど、マックス松浦、マックス松浦、あのエベックスの社長なんですけれども、うん、彼は小室さんがねダメになっても2億円か払って引き取ってあげたりとか、うん、割と面倒見がいいのかなとちょっと思っちゃったんですけど、再生再生を促す、小室さんの再生を促す希望のエベックスみたいな。こんなのが一番いいんじゃないですか、ひょっとして。あといるかしら。結構でもエベックスの社長さん苦労したみたいですよね。最初レコードなんだっけ、古いレコード屋さんから始まったんでしょ、中古のレコードショップの店長から始めて20年ぐらいで社長になっちゃったのかなと思って。そんなネイタルチャート持ってるのかな、ここの太陽だけじゃなくて。彼は出してないですよね、さすがに。こんなに一気に10年とか20年ですごく大きい会社にしちゃう人って特殊なチャート持ってるのかなって思ったりしますよね。はい、あとどうでしょう、この辺り。鈴木さんなんかないですか。なんか妙にお色気が目立ちますよね。どこが、女性にね。だっていないじゃないですか、どこにお色気が。オガローザとか、うん、サントルシアとか、なんか古すぎてね、今聞いてもさとかつってマリチさんは全然わかんないと思うんだけど誰みたいな、ね、うん、だってさ、佐藤さん聞いても全然ピンとこないでしょ、オガローザとサントルシアってわかんないっつってるし石塚さんはイメージできる。じゃあオガローザぐらいはなんとなくわかりますよ。おお、猛烈ですよね、うん、わかる。ミニスカート履いてブーツ、ね、白いブーツを履いてみたいな。そんなお色気に出てくるね。おつめ緑もいますけど、ここにはみたいな。滝クリもいますね。あ、滝はクリスだよね。平瀬理恵とか、うん、香取陽子っていうのはまたちょっとね、うん、グラビアアイドルですか。香取陽子は歌手ですね、うん、平瀬理恵は日活ロマンポルノ女優ですね、うん。じゃあ次行きますか、キュートに。ですね、はい、あ、そんなの使わないだってイメージできたもんね、ちょっとね出てる人がよいしょ、はい、じゃあキュートでございます。で次来ると今度は共同って入ってるんですけれども、どんな感じでしょうか。はい、
価値の模索における正しき指針、まあ、なんかもう8度にちょろっと言っちゃったような気がするんですけどもね、意味合いをね、なっちゃって、度数の勝利がずれ込んでるっていうのは しばしばあることなので、その辺もお含み置きいただければって感じですよ。ドスシンボル自体がアートギャラリーの特別室の壁にかけられた3人の巨匠ですね、まあ、これもまた割とストイメージ頭に浮かびやすいかなと思いますよ、ですね。キーノートが、混沌とした社会において新しい価値を求める混乱した探索の間に根源に立ち戻る必要というものですね。これ特に、まあ、本当に大きな説明いらないかなって感じなんですが、8度でそんな風にじゃあ、希望を持ったこうね、再生というか再出発っていうね、そういったものがあったとしたら、じゃあやり直し図るよっていう風に具体的にアクションが起こってくるっていうのがさらにねこの9度で示されているよと。でその時に何か非常にこう自分のこれからじゃあ進むべき指針っていうのがね、再生にあたっての指針っていうのが、示されていく、フェーズかなというところですよね。再生はなるですね。なるか。なるじゃない。生まれる。生まれる。生まれるね。さっきあの丸岡さんが不思議そうな顔して見てました言っていただければありがたい。そうですね。でそれがだからその新たな何かすね再生に向かうんであれば非常に価値が何か混沌しがちであると、何せね7度までにこうやっぱりその解体されちゃったものっていうようなのがあったわけですからね、そこでこういかんせんじゃ8度で再生するよっつってもそれ受け入れてもらってるような艦隊のフェーズだったわけですから、あんまりそこに明確なビジョンが与えられてるわけじゃないわけですよね。8度ではこう何ていうかな、そのこれからの行くということについてこう、まあ、それこそさらにこう何か保護してもらってるっていうような真の意味での庇護っていうか、そのような意味ニュアンスを持ってたと思うんですけれども、この9度でさらにも踏み込んで、具体性を持った方向性をね見出せるというか、そういう度数だなっていうふうに、まあ、思ってもらえればというところですね。そのアートギャラリーとわざわざ出してきたってことは、価値観っていうことを指してるんですか？そうですね。でその巨匠というのがまたその、まあ、いわゆる伝統的な価値観というかな、そういったものをこう提示することで、あの、でそのそれを指針にしてもらうというようなことですし、でおまけにその特別室っていうのがまたこのジョーンズがこうジョーンズじゃないかな、ルーディアが示した、改変した際にくっついたものですけれども、やはりその、その新しい再生にあたってのはその指針が指針を見出して、ね、与えてもらうのも非常にあの特別な存在である、選ばれたものであるっていうような、ね、ところが出てくるんじゃないのかなっていう感じですよね。そうそう、みんながそういった恩恵に良くすることができるってわけでもないという、あ、特別なって感じなんですね。特別なんです。はい、そのとおり。あれですか、東京の国立博物館の平安 の部屋に飾られてるみたいな、胸が一個だけみたいな。じゃあ、で、まあ、あと3っていう数字も、その3人というのが3ですけど、まあ、これは、まあ、あの三位一体というよりも、あの、力とか、知性があるとか、そういったものをこう、あとまず、愛ですね、あと、そういったものを統合っていうことを意味しているっていう、統合じゃないな、それぞれのイメージがこう、あの、3人の巨匠の中に、投影されているような感じとして、それらをこう、真として、今後、生きていく、価値の模索として、こう、扱うという。そんなような意味合いだなってことですかね。
ここ情緒的文化的のレベルじゃないですか、はい、で重度で総括が来るわけですけど、はい、軽度でじゃ達成できてるものっていうのは、はい、どういうものなんでしょうね。価値の選び方において正しい指針があるってもできてるってことですね。それが与えられるという、うん、それを見出すことができるというところですね、うんもちろんだからそういったものを自発的に求めるっていう心もあるわけで、うん、その根源に立ち戻る必要っていうキーノートにあると思うんですけどね、うん、石塚さんなんかここで付け加えるべき何かありますか？付け加えるべきそれかこういう視点もありますよみたいなのがございました。まあ、うん、なんていうのかな、やっぱりこの、うん4度目っていうのはその、うんまあ、スカッフとか宣伝とか定着とかっていうところはありますよね、うん、あで、ここのモードの、うん、全体のテーマっていうのがきっと、うん、そのなんていうのかな、うん、その前のところで出てきた理念とか、うん、あるいは天秤座では美意識とかねそういうのを、うん、まあ、情緒的に育てるっていうところが、うんテーマなんだけど、うん、その情緒的に育てることをこう、うん、なんていうのかなきちんとこう、ね、動かしながらこうやっていくっていうのかな、うん、このね、アートギャラリーっていうのも、うん、このその美意識をこう育てるこう、うん、力をかけてるみたいな感じのギャラリーじゃないかな。動くことよりも何か指針をどういうところに定めていくかって天秤座の何ていうの価値観の育成みたいなものに、うん、情緒の育成を佐藤さんも何かないですか人にばっかりないですかお金払わなきゃいけない質問攻めってないですかでもまあその3人だっていうところで先ほど鈴木さんが3人一体というわけではなく、うん力の充実じゃないですけどね、うん、って言ってましたけど、なんだろう、例えばその、まあ、3っていう時に出てくる考えられば、マインド、ボディ、スピリットとか、あはいうん、マインドと何だろう、心と、まずはそれですね。ボディと体と、あとは何と、精神。マインドとスピリットは違うんだ。情緒的なものと精神的なものって感じ。情緒というよりは知的なもの思考ですよね。マインドは思考例えばそれを別の言葉で言い換えるというか、うん、まあ違うかもしれないですけども、うん、知性とそれからまあ対応してないんじゃないんですけど、うんうん、まあ本能ああそうかそうかまあちょっとフィーリングとか、まあ、感情っていうのあっててもなんかな、うん感性みたいな、うん、知性本能感じそれが要するにそのバランスに機能している、うんまあ、3人の結晶といったときに非常にその構成として非常にバランスが良くて、うんまあ、特別質であるような、うんまあ、要するにそのちゃんとしたものとして3つが配置されている状態、うんうんうん、その通りですね。じゃあ天秤的安定の中にこう、そうですね、きちっと備わってるって感じそのバランス感を見て学ぶ状態ですけど、うんそこに見つつああ、そこそこ。この三つの姿っていうのもバランスとして提示されてるみたいですよね。これジョーンズでも三人のって入ってましたっけ？ジョーンズでも、ジョーンズもそうですね。あ、そうなんだ。じゃあ大事なんですね。あ、そうですね。スリーオールドマスターズハミング、アートギャラリー。そこはほぼ一緒で、ね、特別室っていうのがやっぱり、うん、そうです、ね、ジョーンズのジョーズじゃないルディアの方の改編です、うんうん、じゃあここも有名人見ちゃいますか。行っちゃおう、行きましょう。じゃあどなたがいますでしょう。どうぞおっしゃっててください。全然こんな洗練された感じ人を知らないからかもしれないけどガンジーがここですよね。マハトマ・ガンジーって書いてあると、あの人でしょ、断食した人ですよね。
断食ですか。何？あれなんていうの？ハンスト？ハンスト。非暴力に。ああね。普通に。全然頭のいい人たちに直してもらってますけど。彼のあのなんだろう、あ、正しき指針か、あの暴力を使わずにみたいな、うん、非暴力主義っていうんだっけか、非常にむしろ分かりやすく出てる絵なんじゃないかあとガンジー面白いのは、なんでしょう、若い晩年の方に若い女性の身を身に送るんですよね、ははで、要するにそのスキャンダラスにそれをその潰そうとする体制側がそれをスキャンダルの向上とするんですけど、ガンジーがやろうとしてたことは面白くて、要するにその子の母親になろうとしてた、お母さんにですか、ガンジーたちを尊敬するみたいな、それはその要するにその女性性とか自分は非常に不正もあるけれども、まあ、そこに母性も合体させていくぞという実験、実験ということを非常にやっていこうとするんですよ、なるほどね、でそれはある意味さっき言った、まあ、このが2つというか2つですが、バランスさせていくと、ね、何も起こらなかったですか、起こってない、でもなんかやっぱりその頑張ってた頑張ってたんだ、へいちゃダメじゃんみたいな、でもやっぱそこは対応らしく、そういう月はそうかもしれないけど、あ、はい、意識で頑張る、意識でね、理念はね、もしかしたらちょっと朝立ち暮らしたりもしれません、うーん、なるほどね、ハートバーガーなんかお嬢さんもあれですよね、後継いで政治家なんか志してますよね、知事、ね、あとはどうでしょうか、いるかしら、おっしゃっててください、室岡さんどうですか、浜崎あゆみの純喜劇、あ、浜崎あゆみか、さっき、ね、マックス松村が出てたんで、どうしてもあげたい、一日違うってどうなんですか、誕生日は違いますよね、うん、生年は生年が違う、もちろん生年ももちろん違いますが、まあ度数 一度の誕生日一日で、五読文の流れの中にいるわけじゃないですか、そうすると考え方とか理念とか似てくるのかな、やはり、ね、彼女の何だろう、これですね、指針は、まあ、あるんだろうけどそこまで語るべきことかなみたいな、え、なんかネタがあるならもう汚いお願いします、いやいや全然ないんですけどね、ネタとか ないんですか、ないんですよ、ただなんかすごい、いやいや近いところにいるからどうしたんだろうねと思って見てたんですけど、近いっていうのは、ん、あのマックス松浦さんと近いところに向いてるなみたいな、だから仲いいみたいですよね、この先あゆみが ABEX 辞めるって言った時株価が下がったんでしょ、まだ売れてた分ね、それ松浦さんが辞めさせられようとしたことに対する抵抗だったって聞いたことあります、逆に失いたくなかったが落ちていくわ、落ちちゃったわけですね、なるほどね、いかがでしょうか、彼女にとってはだからその指針がどっちなのかっていうところですよね、うんうん、松浦氏の方がその芸能活動の指針となっていたのかっつうと、うん、話しそうでもないような話も私も聞いたことありますね、うん、そのゴシップ的な文脈でいうと、むしろそのエビックスの方針とか、うん、そういったものについて浜崎あゆみさんの方がなんかね、うん、言っていたとか、そんなの音も聞いたことありますもんね、かなりその松浦さんの方が、うん、まあこっちなんですけどもこう、うん、ヘタレっぽくて、あ、尻に敷かれてたみたいな、こうしなさいとかって言われてみたいな、いうようなね、こと、うん、もこれさ、五読文の中でやっぱり、まあ、最初のっていうのは始まりじゃないですか、例えば5、6、7、8、9で松浦さんが8だっけ、8ですね、8かだから後の度数の人の方に何か言うこと聞いちゃうとかそういうのはないんですか、うん、だなんとなく今自分の頭の中にあったのはそういうイメージなんですけども、そのあくまでも直線的とは言えないですけれども、その成長の過程っていうのがそういうふうに見られるんであれば、やっぱその先に
あの成長の方向に進んでる方のがね、うん、あの優位性を帯びるっていうのがあるのかもしれない気がしますよね。まあ、私と木永さんで言えば私のは上ってことですよね。納得いかないで覆す、あの石塚さんお願いしますとかつって、ね、理屈としてはあのだからさ9度の方はだからより洗練しようってあの、うん、力がかかっているから、うん、やっぱりあれですよ ね、 番目だもんね。その3番目の方はまずは、うん、あのそのね、まあ発想を理解しようって可能性はこんなのがある、こんなのがあるって言って理解してるところかもしれないけど、うん、その中でじゃあここがあの、うまく働くの、あそこがうまく働くのって宣伝してちゃんと実用化しなくちゃいけない9度と、うん、やっぱりあのあれが違いますよね。まあ、そういう意味で8度の方がちょっとその状況に甘んじちゃってるような部分もあるだろうし、それそうなるがちなのかもしれない、うん、気もしますね、うん、っていう話がしたかったんですけどね、じゃあ10度行きましょうか。ここは人いいですか、もう、うん、他にピンと来る人いますよ。ここでピンとは来ないんですけども、うん、すごく雑談的な話で申し訳ないんですが、うん、そこに挙げたあの声優の小原典子さん、うんうんうん、のび太とかのね声でおなじみですね。あとはドラえもんのドラえもんの他にのび太って言いますか、ね、分かんないけどさとかあとはあのヤッタマのドロンジョ様とか。あ、そうなんだ、同じなんだ。あ、知らないですか、うん、知ってるけど同じなんだってこと。ドロンジョと聞いても分かんないですか、うん、で彼女はそういう風にあの色っぽい女性の声もやれば、うん、まあいうダメな少年の声もやるっていう感じですけども、ね、うん、アニメでそうであっても もちろんあのキャリアのある声優さんなので洋画の機会なんかやってるわけですよね、もちろん今までの中で。でこの先に出てきているあのブリジット・バルドとか、うん、シルビア・クリステルとか、うん、その辺みんな彼女は声やってるんですね。あ、そうなんだ、近いんだ誕生日が。その辺だから誕生日近いものを、うん、あの持ち役として持ってるっていうのはちょっと面白いかなっていう気がしましたね、うん、シルビア・クリステルってエマニュエル夫人なんですね。そうですね、うん、あと誰だっけ。ブリジット・バルド。ブリジット・バルド色っぽい人ばっかだ、うん、もう色っぽい感じなんですよ、うん、でも伸びたみたいな。でも伸びた。あとはそのちょっと名前が、うん、あ、ミレーヌ・ドモンジョもそうで、うん、ドロンジョ様っていうのは彼女がミレーヌ・ドモンジョ当ててたから、うん、多分そういうあのキャラが名前ついたんじゃないかって言われてたりもしますよね。豆知識でした非常にどうでもいい豆知識的な雑談に申し訳ないですけど、じゃあ柔道行こうか。いいですか、漫画家とかいるのいいですか。漫画家どこ。郁恵美涼さんはどうなんだろう、あんまり興味ないけど、あの猫の漫画最近書いてますよね。北海道住んでるんでしたっけ、郁恵美涼さんって。出身じゃないですか。出身が戻っちゃったみたいな。あ、そうなんですか。出身がそうでも戻ったと思う。前はあの、なんだっけ、思春期の少年少女が書いてたけど、今猫の4コマ漫画とか多いみたいですね。前巨匠ですよね。あのすごいベストセラーいくつも出してるから、うん、何百万部売れてるし。巨匠、マーク・エドモンド・ジョーンズの、うん、大量がマジ、そうか、知らなかった。うわぁ、そんなひどいものを落としていたよ。マーク・エドモンド・ジョーンズ時間分かってます。マジですか。エルシーどこでしたっけ。ちょっと調べます。出てたっけ。あとルビアはお羊だっけ。お羊で多分ね、ちょうどあのオポジションぐらい。オポなんだ、うん、お羊、待って、そしたらルビアはお羊のどこだっけ。ちょっと待ってね。シェイクスピアって出てたはずだよね。
通知って鈴木さんが概論のとこで入れてたはずだよね、うん、出してますね。概論も見れないのかな、ちょっと別で調べますね。私いつも下世話の話聞いちゃうんだけど、エルシーとマーク・エドモンド・ジョーンズとルディアはできてなかったんですかとかそんなお年ではないんでしょうかみたいな。あ、ルディアはね、お羊3度ですね、3度か、なんか、まあ、でも許容範囲だよね、じゃあほぼオフですね。ほぼオフですね。ミディア。エドモンド・ジョーンズも音楽もやってたんでしたっけ？あ、劇作家って書いてあったかな。なんか佐藤さんはさ、ジョーンズの方が分かりやすいとおっしゃるけど、どこら辺がルディアと比べて分かりやすいっていうか、その、まあ、ルディアは先ほどからおっしゃるように詩的じゃないですか。エドモンド・ジョーンズはなんか説明的っていうか、概念的っていうか、抽象的になんか頑張って整理しようとしてる感じ、うんうん、あ、まさに頑張って頑張って正しき詩価値の重さって言ってるルディアのさ、サンドなんだっけ。ルディアのサンド、サンドはあのピエロ、アザラシが来てピエロが来て、あのカメオ、カメオか、あ、はい、カメオ石塚さんどう捉えてましたっけ。カメオのところじゃ男の祖国の、うん、だから、うん、その、うん、あの、うん、まあ、コミュニティの代表的なあれになっているわけですよ、コメディアでこう共感するのでお札の肖像みたいな、うん、お札の、うん、その時代時代とかその国家とか、あ、うん、体現者みたいなもの、うんうん、ルディアのキーノートが、うん、個人が生命との一体感を得るものとしての相対を支える力っていうのですね、うん、おっしゃる感じです。相対を支える力、自分のとこ書いてるときよく書こうとしちゃったんかなみたいなそれはほぼ言ってること一緒だったやつや、ね、相対としての力。LC ウィーラーがその9月3日なんですよね、うん、時間わかんないよね。いや、分かってますね、うん、じゃあ、どこら辺かで、LC のビジョンをより鮮やかに伝えるっていうのはどうですか。で、太陽が乙女16度オランウータンです、うん、あ、オランウータンなんだ、濃いね。うちら天命オランウータン持ってるから LC のビジョンに惹かれるっていうのはあるのかもしれない。まあ、アクロですね。アバクロです。オランウータンの16度、これそれで考えたらどっちの方がオランウータンのビジョン伝えていくかなっつったら ルディアって感じもしなくもないで、イメージとしてですか。お羊とオラ、ね、あの乙女の骨と数だったら、うん、乙女だったらどうなるの。ちょうど彼らのインコンジャンクとなるんだね、この辺りに来てね、イルシーがね。ここ真向かいに来るとしたら、ウオ？そうですね、うん、誰かもう一人研究者いればいいのね。あ、松村さんか、うん、松村さんでも後半度数でしたよね。20何度だっけ。あ、この辺りだったっけ。あ、だって、あ、そっか、16度じゃないですよね、ウオのね。あ、エクスカリバーだったり、ちょっと、あの、うん、広く見えぐらい見とれば、松村清さんはこの辺りにあるの。しない、しないさんですね、松村さん。しないさん16度じゃなかったって。ハニー・リュウジさん12か13。カナミさんがエクスカリバーですね。カナミさんさ、ジャイルシーのちょうど真向かいだから反応してもいいはずだよねとかつってカナミさんも書いてますよね。そう、へえ、面白いな、このポジションだよねとかつってじゃあジョーンズ、先ほど佐藤さんおっしゃったように正しき指針というか、すごく構成力のある、分かりやすいではない、ちょっと抽象的ではある、抽象的ではある、うん、なるほど。じゃあ10度いっちゃいますか総括に。このマーク・エドモンド・ジョーンズを忘れてたのは、ね、ちょっと失礼いたしました。鈴木さんのミスでございます。石塚さんに、ありがとうございます石塚さんに5000円お支払いくださいみたいな5000円ありがとうございます自動でみたいないいじゃん。では総括に行きますね。